ガーシュウィンのサインジョージ・ガーシュウィンはアメリカの作曲家。本名、ジェイコブ・ガーシュビッツ。ポピュラー音楽、クラシック音楽の両面で活躍し、アメリカ音楽を作り上げた作曲家として知られる。ユダヤ系ロシアの移民の息子として、ニューヨークのブルックリンに生まれた。初めてクラシック音楽に触れたのは、小学生の時に聴いたドボルザークのユーモレスクだという。 父親は、ジョージが12歳の時、兄のアイラが主演に音楽を学ばせようとピアノを買ってやったが、文学者肌のアイラはピアノを弾かず、代わってジョージがピアノに親しむことになり、13歳の時にピアノ、火星を習った。出世作となったのは、作詞家、アービング・シーザーとの共作になる1919 19年の歌曲、スワニーで人気歌手、 アルジョルソンに気に入られて彼が繰り返し歌ったことからヒットし人気ソングライターとなる。1920年代以降は作詞家となった兄、アイラ・ガーシュウィンと組んでレビューやミュージカル向けに多くのポピュラーソングを送り出した。ガーシュウィン兄弟によって作られ、後年までスタンダードナンバーとして歌われている歌曲は、私の彼氏、b ット Not for Me, I Got Rhythm などをはじめ、 おびただしい数に上る。クラシックにも取り組み、1924年には、ラプソゲン・ブルーを発表。当時ガーシュウィンにとって、ラベルとガーシュウィンその後独学でオーケストレーションを学び、いくつかの還元楽作品を残した。その一つ、パリのアメリカ人もよく知られている。ちなみに、オーケストレーションを学びたいがために、イーゴリスト・ラビンスキーのもとに訪れたら、 クラシック作曲家としては、異例の高収入で知られていたことから、逆に、どうすれば、そこまで収入を上げられるのかこちらが教えてほしいと言われたというエピソードが流布している。また、モーリス・ラベルにも教えをこうたが、ラベルからは、あなたはすでに一流のガーシュインなのだから、二流のラベルになる必要はないでしょうと言われたという。さらにラベルは、ナディア・ブーランジェへの紹介状を書いたが、 彼女はガーシュウィンには生まれながらの音楽的才能があり、その邪魔をしたくないとデ子とすることを断ったという。兄、アイラと作家デュボース・ヘイワードとの協力によって書かれ、黒人コミュニティの風俗をリアルに描いたフォークオペラポーギーとベースは1935年にオール黒人キャストという意欲的な企画で初演されたが、初演時は反響は得られなかった。後に評価が高まり、 現在ではアメリカ音楽の古典となっている。劇中で歌われるサマータイムはポピュラーソングのスタンダードナンバーとして広く親しまれている。ガーシュウィンの霊病1937年7月9日に脳腫瘍のため昏睡状態となり10日に手術を行ったが11日に急性した38歳ボーツ。1920年代初頭から腹痛発作と 頑固な便秘にしばしば悩まされ、自ら、作曲家の胃袋と呼んでいた。また、1936年の暮れ頃からすでに彼は、打つ状態になったり、イライラしたりしていたが、超過密スケジュールをこなす有名人特有の、ハリウッド病が出てきただけと思われていた。1937年2月には式のリハーサル中に、式台の上で突然よろけたが、ちょっと、 バランスを外しただけと言っていた。その晩、突然ゴムの焼けるような異様な匂いが感じられ、その直後、約10秒間ほど、意識消失があった。この異臭に引き続き起こった意識障害発作は、極めて典型的な張り替え発作、すなわち側頭葉全端内側部に、発作焦点を有する転換発作と思われるが、この時この発作の意味するところに気づかなかった。 4月に床屋の椅子の上で再び同じ発作があった。これ以降同様の発作が繰り返し起こるようになり、その頻度が増してくると同時に明け方になると起こる強い頭痛も加わってきた。またこの頭痛にめまいと吐き気が伴うようになってきた。このため6月には受診している。毎日のように意識障害発作を生じており、発作直前にはいつも一周を感じるようになっていた。 これらが彼の最後の病に関係しているものかどうかについてははっきりしたことはわからない。7月に入院した際にカールランド博士とハワード、ナフツェガー博士は脳室撮影を行った。頭蓋に開けた証拠から脳室内に空気を注入して X 線撮影を行い脳室を増員。出来上がったフィルムには右側側脳室が圧迫されており、右側頭場の仕様と思われる。 回答手術の結果、右側頭葉は脳法を伴う大きな腫瘍が見つかり、5時間に及ぶ手術にできる限りの手を尽くした。大きな腫瘍は摘出されたが、術後もガーシュウィンの意識は戻らず、7月11日の朝に死去した。手術された脳腫標本によると、多形に川菓子という説もある。舞台作品の数は50曲に上り、その中でオペ 管弦楽曲は7曲を作曲している。室内楽曲は2曲のみ。ピアノ曲は10曲。歌曲は500曲も残されている。また、ジョージは、多長や十2音技法にも関心を持っており、二つの長による即興曲では多長を試みている。アルバンベルクとアルノルト・シェーンベルクとは信仰を持ち、アメリカへ渡ったシェーンベルクとはテニスを楽しんだり、 肖像画を描いて送ったエピソードが知られている。オペラ、編集ミュージカル、編集映画音楽、編集大半はミュージカルの楽曲から独立したものである。ありがとうございます。